ルモワールド漫画先輩ヒアーブラック、漫画先輩ヒアーブラック。さあ今日は何の話をしていくか、そしてなぜブラックなのかというストーリーをお話ししていこうさあじゃあ今日はですなスクリーントーンの話をするよ。わかるかな、スクリーントーン。これは漫画の点々だね、印刷する時のパブリッシングプリンティング。これは何をやろうかっていうと、活版印刷の話をしたかったんだけど、これ多分活版印刷じゃねえんだよな。活版印刷風に見せた普通の印刷だここら辺は活版かもしれない。これ何かっていうと、活版印刷っていうので昔白黒の日でね印刷してたんですけど、それは安かったからですよね多分。しかしですね、今印刷技術の向上とともにですね、これちょっともう分かんないっすしかも今だから印刷技術が良くなってるから、もうその透過網点にする必要なんて全くなくて、グレーで出るんだよね。まあしかしこのトラディショナルですよ、昔はこの網点でねトーンを貼ってジャパン漫画表現してたね。だからそれがすごく漫画っぽい、ライク漫画ですよね、漫画のような表現になるので、だからこのトーンを貼る点々点っていう表現、これもう多分ね映らないんだよね、グレーにみんな見えちゃうと思うんだけど、細かく見ると点々点点点ってなってる。これをねみんな頑張ってクリップスタジオとかで表現しようとしている、再現しようとしているっていうのが Now だということを知っておくと、いろいろなルールが分かるんじゃないかなと思って。もともとはですね、原稿にこれをペッタペッタ切って貼ってたんだぜっていう、それ言っておかないと、それを知らない世代がジェネレーションがカミングするんですよっていう状況なんじゃないかなと。でこれはジャパンストア高い、ベリーコスト400円ですよ。トータラー高いから、これ100枚とか買うと4万円高い、でだったらもうパソコン買えちゃうじゃんみたいな。これ結構ねワン作品で結構使うんだよね。特にグラデーショントーンとかって今はねずーってやるとパッて出るけれどもさ、これ昔はこういうもののここら辺かなみたいなこの辺りかなみたいな、こうずらしながらこう当ててたわけだから、もうそうするとこのワンペーパーの中のヒアーみたいなワンヒアーしか使えないみたいな、 can use one here ですよそうするともうこれ1枚すごいこれあって使えるのここだけかよみたいなね。だからみんないっぱい買わなくちゃいけない悩むことになってたので、今はもう PC でやってるみたいな。でまずじゃあこのペーパースクリーントーンの基本は知っておくと、これにも応用ができるんじゃないかなって持てる。でですな、これはね有名なのがまず2つぐらいあって、これ IC スクリーントーンね、これみんな使ってたんだけどちょっと高い、だからデリーターとか使ってた、ちょっと安いちょっと高い、でもこっちの方が品質的に柔らかくて使いやすいソフト。これまあでも大体同じで、例えば S の41とか、これ何なのかっていうと、ここがね粗さ1インチ中にどんぐらいあるかみたいな感じだ、解像度ですよ DPI ドットパーインチそういうイメージ。粗いのはこうこうこう、ね、これ41、 S61 とかになるともっと細かくなる。で大体今基準がこの60番台が基本だと言われていた。でもこれ61番とかだともうあれなんだけどね、コミックスサイズになっちゃうとこれぐらいの、ほんとグレーになっちゃうんだけどね。だから単行本のサイズでもつぶつぶ感とフィーリングが欲しいので、もうちょっとそれを見越して粗めにしてる人もいる。あとねこっちの数字は濃さだ、濃度ブライトです。でこれが62、63、64、こっちに行くにつれてどんどん濃くなっていくよみたいな。つまりこれは多分 40% の濃さ、 30% の濃さ、 20% の濃さ、 10% の濃さとかじゃないかなみたいな気がする。あといきなりクリップスタジオ豆知識使うと、基本僕が漫画の現場で言われてたのは 40% 以上は使わないでって言ってた。それなんでかっていうと、グレー 50% になった時点でこれ 50% を最後2時間ですよ、ホワイトブラックバンってやると、この 50% は格子状になっちゃうの、こういうことになっちゃう、点の表現が細かく見るとねこうなっちゃうの。グラデーション等も 50% のところってこうなってるので、だからこれあんまり綺麗じゃない、他のところもあれなのにさ急に四角になるから、もっとビューティフォーなので、この 50% はまず使わない。で 50% 以上を使うときはまあ基本グラデーション等っていう感じ。そしてポイントなんだけど、これがね確かにドットが見えた方が漫画っぽいんだけど、これがね粗いとリアリティが減るよ、ノットリアルになっちゃう、まあ、要は子供っぽくなっちゃうんだよね。でリアルな絵には絶対にならない、これ不思議なのがデスノートとかあるじゃないですか、
ディアスのデスノートの背景、スーパー背景入ってるんだけど、あれのトーンを40ラインのトーンとか貼るともう全然違和感ありありで見えないんだよね。これはやっぱり絵に合ったマッチングラインがあるのでインポータントっていう感じで、あとはさらに言うと、昔はセンスの使い分けっていうのも結構してた。例えばスクリーントーンで遠くに人がいる、ロングヒューマン前に人がいる、街並み、シティビューってなった時に、こっちの点は細かく密度ラインが61で、手前の方がちょっと荒いみたいな使い分けもしてた。でもこれってこれだったら貼り替えればいいんだけど、デジタルのトーンだとこれ一括で後で最後60ラインでみたいなことになったりすると結構やりにくいよね。いちいち指定しなくちゃいけなくて、まあまあでもこういうこだわり方もあるよっていうことだけはちょっと軽くお伝えしていこう。これはね、現代のデジタルでもやろうと思えばできる。例えばレイヤーごとに分けてね。そして基本ね、ベーシックはこのなんか61なんだよ。 10% あんまりね、いろんなものを使うんじゃなくて 10% が基本で、トーンのポイントは多分貼らないか、貼るなら10かベタッと、ホワイト何も貼らない、ノートーンでトーン 10% かブラック 100% っていう、この3段階でまず考えて画面を構成してあげるっていうのがポイント。でそんな中であとちょっと濃いところを足していくみたいなね感じだ。というわけで、ここの40と60みたいな密度の違いがある、 DPI の差があるので、それをね重ねちゃうといわゆるモアレができちゃうんですね。42に65とかだとわくしゃくしゃな、これをこう重ねるとですね、変な模様が出てきちゃうんですよね。うまく重ねてもここにこれモアレ生じてしまう。これはここの差があるとモアレができてしまうんだ。変なテクスチャー現れるのペア。でもこれここの数字が揃ってれば濃さ違うの重ねても全然大丈夫なんで、そこは OK。 あとあれだね、ちょっとずらすみたいなテクニックもあるね。濃くするパターンで 20% の貼るっていうのもあるんだけど、この 61% をシャッとずらして貼ることによって密度を増して濃くするみたいな技があったよ昔。それもデジタルでも確か設定によってできるらしい。その設定はちょっと見つけ出してくれまた今度時間があったら紹介する。でコツなんだけど、これね結局ねトーンを貼っても完成しない。いくらペタ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 貼ってもメニートーンの完成ノットパーフェクトになって出来上がらないってなる。それはなんてかっていうとね、まずそもそもトーンを貼ったら完成じゃないからだな。そもそもその考えが違う。トーンは最後じゃない。トーンの後にさらに仕上げがある。でこの仕上げ作業をやらないと完成しないのだ。例えばリンゴがあってアップルにじゃあトーンもありましたと、ちょっとこうグレーに多分こうなってもですね、なんかあんまり微妙だったりする。なんか貼っただけだなみたいな、ノットパーフェクト。これね結局ね、この後こういうハイライト入るだけで全然完成度が違う。ここら辺なんだよねポイントは。あとはベタちょっとだけ前話したライト&シャドウ、こういうほんの最後一手間を加えるっていうことの方がパーフェクトにニアリングなのでサクセス。シェルというサクセス、ライティング、ホワイティング、トーンを組み合わせるんだ。ライン君言いたかったのはブラック、インポータント、ブラック。じゃあまたね。やりきった。追加、ワンモアシンク。ここにね、オンリートーンじゃなくて、こうやって車線をこうやって入れていく。これと組み合わせるのもいいよね。そうするともうこれだけで2段階のトーンが生まれる。貼ってるトーンはワントーンなんだけど、色合い的にはワンカラー、ツーカラーに見える。で、さらにブラック。1,2,3,4 段階のグラデーションに見えて、こういう手法も全然あるよ。そこら辺もチャレンジング。ゲットサクセス。Please。じゃあ、ネクストタイム。画面右下にライトコーナープリーズプッシュ、いいねボタン、ナイスボタン。画面下にレッドボタンプリーズプッシュ。あとファンボックスもぜひ見てね、プリーズファンボックス。じゃあ See you next time